ツイステッドワンダーランド。どうで、はい、皆さんどうもです。お久しぶりです。スタートダッシュがアズールくんだった。もう最高。はい、ってことで今回は、バラの王国のホワイトラビットフェスの期間限定召喚を、やっていこうかと思います。じゃあ早速バターや砂糖の匂いが、はい、こちらですね。はい、期間限定召喚デュース&エペルのラビットウェアバージョンをやっていこうかと思います。でもね、ちょっと頑張って貯めたは貯めたんだけど、ちょっとまあ引けて50連かなって。ちょっとあの7月にちょっとあの金使いすぎあのいろいろなんかこう買い物とかしちゃったら、あのちょっと大変なことになってるんで、今ちょっと課金はちょっと今回できなくてなので今回はちょっと、はい、50連でどうにか出たらいいなっていうのを思ってます。ちなみに提供一覧カードこちらになってますね。デュースくんの一生、今回はデュオがオルトと一緒にやるみたいで、ちょ一生確認。これめっちゃ可愛くない？やばいんだけど。デュースの衣装ってなんかかっこいいとなんかこう可愛いをなんかこう同時に着こなせる感じの男の子だなって、どういうことみたいな。っていうか本当なんか、うん、最高。はい、最高。いやこれ欲しいということで、早速やっていこうと思います。いけ、あーいきますように。頼む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 、お願いしますお願いします。クリームはいない。よしよし、羽が2本、落ちた落ちた落ちた、落ちないぞ。しょっぱだからめっちゃ手汗やばい。いざ導かん、闇の力を秘めし者。あれ確定演出、え唐突。いくよいくよ、さあ1枚目はっはっは、イブに入ろう。誰？アイデアシュード、イデアシー。2枚目、え確定演出来たよちょっと待ってセメク、もう7章最高でした、ありがとう。3枚目、ガラなしで、グニハイド、イデアシー、イデアシー。はい、4枚目、あこれもう柄なし、あプラポームだからエペルかな。かわよいかわよい、エペペゲットですね。学園の人たちと初めて行く町のお祭りに参加できるなんてワクワクする。今日は目いっぱい楽しむぞ。いや目のメイクとかめっちゃかわいいな。それで5枚目、ちょっとわかんなくなってきた。いやアズールくん、いやもうなんかわかってた6枚目、あれ確定演出だよね。どこで来るんだろう。あジャメルシー、7枚目、あれなんか分かんなくなってきちゃった。やばい、分かんなくなってきた。あレリアちゃん、うわ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 、ちょっと待って何枚目だ。あっから誰誰、あ違う、え違う、確定演出来たの。これはこれは随分と恐れ知らずだ。持ってないの。この僕を呼びつけるとは。呼びつけちゃったよ。でもね、持ってなかったから。いやありがたいんだけど、なんでお前ここで今来た。違うだろう。この僕に祝福を望むのかいいだろう、お前の望みに応えてやる。いやまず言っていい、招待してないえちょっと待って、確定演出来たのに。いやお前マレウス・ドラコニア、セベクシー、あれじゃあもしかしてこれで終わり？もしかして。で、あジャックくん、はいって感じでした。あれ？招待してないぞ。お前招待してないぞ。お前、マレスドラゴニア。はいっていう感じで10連はこういう感じでしたね。結構出だし良かったんだけど、なんか唐突にSS レアの確定がその 64% とかですかね。はい、すり抜けた感じになります。マレウスドラコニアだよ。まあもちろん持ってなかったんで結構嬉しいんですけど、招待してないじゃあこのままちょっとやっていこうかなって思います。いけ、頼むデュース、頼む頼むよデュース、君を待ってるんだよマレウスじゃなくてあ落ちた落ちた、羽落ちた。ちょっと手汗、マジ手汗。頼む、なんだなんで喋る。何時の魂の形を見せよ。ちゃんと数えとかないと忘れちゃう。はあ
はぁーとか言ってクソデカため息。1枚目、あ、ベルさん。2枚目は腹の末カリムクユー、かわいいな。3枚目、柄はなし。これはエペルじゃね、あ、エペペだね。4枚目、あーもうこれもレア、カリムクユー。5枚目、これもレアかな。グニハイド、アルタキュン、かわいい。6枚目、ガラガラ、あ、ガラガル、あ、来たんじゃない、来たんじゃない。トランプ兵のように真面目な男。ちょっと待って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 、ちょっと待って、そう決めたんだ。お前違うよな、お前そっちのジュースじゃねえ。そっちのジュースじゃない、お前なんか衣装違うんだ。でも何枚目か分かんなくなってきちゃった。マルス、マルスでしょ。あ、でも日差しかもしれない、もしかしたら。いや分かんない、どうだろう。いやもうなんか今の叫びでもうだいぶ疲れてきた。早い早い。え、今何枚目だ。グリハイド、イデアシ、ちょっと待って、一回飛ばそう、ジャメル君っていう感じでした。あれ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 、ここにいるんだけど、ここにここにいるんだけど、お前衣装を、衣装を着替えてこいや。はい、ちょっと、まさか20連で、なんか、レアが、あの、SS レアが2枚も来てくれると思ってなかったんですけど、ありがたいね。めっちゃ来てくれて。あと30連分で出てきてくれれば、個人的には結構いいんだけど、どうなんだろう、わかんないや。じゃあ、とりあえず、これ、いきます。頼むよ、デュース、お願い、お願い、デュース、デュース、お願い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 、おい、1枚も落ちないじゃん。こんな1枚ありますか。確定ですかな、わかんない。いざ導かん、え、めっちゃ SS レア闇の力を秘めし者を。どんだけだよ、マジで。え、嬉しいんだけど、1枚目ちょ数えよう、ちゃんと。ちょさっきも分かんなくなった。シルバー君でしょ。じゃあ2枚目頼む、デュース頼む。お、誰だ、ラギブッチ。3枚目、はぁ、緊張してきた。 SS レアここまでで2枚出てるけど全然違うやつっていう。頼む頼む頼む。4枚目、はあ、ディアソムニア、なんかディアソムニアめっちゃ出るな、あ、セメクシー。5枚目、はあ、はあ、はあ、おジェイドリーチ、ドギー。5枚目、これは柄なしね。あ、でもこれは多分ポムだから、多分エペペ、あ、や、違うエペペでした、衣装を着替えましたみたい。7枚目、あ、これは、あ、これは来たんじゃない、来たんじゃない、頼む頼む頼む、来いよ。あ、少し照れくさいけど、僕の故郷を案内させてくれ。出ましたー、なんとか30連で出ましたー、来ましたー。はぁ、はぁ、はぁ、ホワイトラビットフェスがこんなに楽しいのはダチと一緒に回ってるからだろうな。お前マブー、ありがとう、嬉しい、ようやく着替えてきてくれました。あ、分かんなくなっちゃった、また。あ、ケイ君ね。ちょ、待って、また枚数数えてなかったから分かんなくなっちゃった。これは、これはもしかして、エペペ、あ、違う、ルークだ。ポンフィオーレ、めっちゃ来るな。これでもしかしてラストかな。はい、カリムクユっていう感じで、はい、お着替えしてきてくれました。やったー、お着替えしてくれた、うふふ、お前。なんとか、はい、っていうことでゲットできました。いや、よかった。でも、とりあえず20連残ってるから、また貯めればなんとか、あの、次のなんか、こう、あれ引けるかなって感じで、ちょっと、あの、守られた感。はい。なんとか、はい。10連目が、ちょっと、あ、見てみようかな、一回。はい、召喚履歴見てみましょう。10連目で、こういう結果、あの、お呼びしてない、あの、招待してないマルス君が来てくれて、20連目でお着替えしてくれないデュース君が来てくれて、30連目でお着替えしてくれたデュース君が、なんとか来ました。はい。はい、バンバンザイ、よかった、はーい、っていう感じで、今回は30連でした。前回はリリアちゃんの時は10連で、その前のビルさんの時は60連だったんですけど、はい、なんとか早めにお迎えできました。ありがとうございます。はい、ということで、僕の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。またねー。